パカラ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 ッヒヒパカラ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 ッヒヒーどうも、無職王に僕はなれ無職王でございます皆さん、明日。何の日か知ってますハロウィンちゃうちゃう バカラッバカラッバカラッヒヒー天皇賞ボケーえー、天皇賞でございますねはい。無職を、お金がありません。だから、馬券、もしも、馬券を買うことができたら、間違いなく当たるんですけども、馬券を買うことができないので、当たることができません。なぜならお金がないから。 はい。なぜならお金がないから馬券は買いません。ただ、本気で予想します。なんでなら、皆さんに勝ってほしいから。勝って、無職王とコラボしてほしいから。だから、明日の天皇賞の本命、今から発表します。ひ1番、無職。ひ2番、無職。ひ3番、無職。 っていう冗談は、まあ皆さん多分、ええ、置いといて、本命1枚いきましょう。1番 !3 連単を確かめます。1番、見えるかな ?1 番は、7番の、イクイノックスですね。はい。イクイノックスが1着。もうあれ、もう、もう、もうみんな言ってる。うん。もう世間でみんな言ってる着って。 一着以外、ありえない。しかも、ルメールさん乗るからね。うん。一着以外、ありえない。ルメールさん乗るから。うん、で、二着。はい。二着は、三番の、ドラデュース。二番人気だね、これ。ドラデュース。僕ドラえもん、僕無色。 2番は、えー、ドラデュースが2着に来ます。なんでなら、あれ、竹豊さん乗ってるから。うん。竹豊さん乗ってるから、ドラデュース。しかもドラデュースは、うん。あのー、外国に行ってね、しっかり走ってきましたね。うん。外国行けるほどの力を持っている。そりゃもう強い。1番でもいいくらい。でも1番は、イクイノックス来ます。なんでなら、ドラデュースは、ちょっと疲れてる。うん。 海外衛星行くとさほらあの飛行機乗ると疲れるじゃん人間もそうだけどさどっか行くと疲れるでも無職はうちにいるだけお金がないからはいで3番は最後プログノーシス、うん、3番はプログノーシス9番や、ね、つきますね、うん、プログノーシスなぜなら無職が乗ってるから違うけど、はいまあ、結果的に、まあ、簡単なんですけども1着が ゼッケン7。イクイノックス。で、2番が3番。ドラデュース。で、最後9番。ブログノイズスいきます。つまり皆さん、739を買ってください。739を買えば当たります。まあこれが怖かったら、739のボックスでもいいけどね。うん。739のボックス。それか、739の 5000円ぶっ込んでください、3連単。当たります。皆さん、当たります。おめでとう。俺も買いたかったよ。うん。買いたかった。無職も買いたかった。でも、金ない。無職は、金ない。無職、金ない。無職,金な,無職金ない。無職、金ください